モノノフは池澤春人による日本の漫画作品。池澤の2作目となる連載作品でプロ騎士を目指す男子高校生コーラ新婦を主人公とした将棋漫画である。週刊少年ジャンプ2015年42号から2016年34号まで連載された。プロ騎士の橋本隆則が監修を担当している。話数カウントは大教区。 舞台は、東京都で、駄田谷駅、竹の塚駅などが描かれている。制作においては、作者が大まかなストーリーを決め、監修がそれに合わせて、適切な寄付、図面を用意する流れになっている。展開やキャラクターに監修は関わっておらず、作中の制度やルールは、実際のそれとは異なる場合がある。2016年4月から5月中旬まで、将棋王追と、 コラボレーションが行われた。また、同時期に、電王戦ノルポ漫画が、ジャンプ史上と電王戦 HP に掲載された。5月末に、打ち切りが決定し、その2ヶ月後に完結を迎えた。容量が悪く、第一志望校に落ちて実家から離れた高校に、通うことになった、少年、コーラ神父は、手違いで、奨励会員たちのシェアハウスに入寮してしまう。しかし、 そこで将棋の面白さに気づいた、新婦は、ルームメイトたちと共に、プロ騎士を目指して奮闘する。か、屋根層の住人を筆頭に登場人物の多くは、名前に、将棋の駒の名前が入っていて、一部のサブタイトルは、それにかけたものとなっている。以下の出典は、集英社ブックナビ内のページ。書誌情報の発売日の出典としている。ありがとうございます。